さん斉藤さんまさぴょんさんこんばんはえそうこれ今さ15分でやったんですよこれ今このこれ、15分でやったんですよえなんかめっちゃ良きじゃないこっちが特にいいパパパパパパって感じで。 気に入った。そう、着替えたよ。まあ、こんな普通のロンティーなんですけど。ロンティーだけど一応パジャマからは着替えましたね。お昼配信はパジャマだったけど。着替えてみました。あの、外にね、出たので着替えた。さすがに。着替えの時もあるけど。 さすがに歩くってなったらちょっと車だったら別にいいけど歩くってなったら着替えんとと思って着替えましたまさゆでさんかわいいまさぴょんさんメロンパン二十個ありがとうございますまつげのパタパタで感じましたパタ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 えなんかめっちゃいい感じでもねこっちはちょっとなんか短いんですよまつげが少なくて短くてこっちは普通なんですよね しかもいつもよりね手が込んでないなんかいつもよりパパってやったんですよそしたらなんかめっちゃいい感じなんですけどどういうことなんか時間かけてやった時ほどそんなにうまくいかんくてこういうババって適当にペペってやった時にうまくいくみたいなのありません それです。それです。海かい,かいさんお疲れかわいい。ありがとう。なんだこれ。フルーツサンド。ありがとう。ちょうちゃんさんかわいい。ありがとう。なんだろうね。わかんない。ちょうちゃんさんかわいい言ったっけありがとう。今配信あったことに気づいた。ほんま マジ一応メールにはね送ったんだシンプルな文章でなんかいつもよりねなんかこう,こう上がるのをキープしてくれるっていうやつを使ってみたんですよいつも使ってないやつをしたら結構いい感じです イェーイ。あとこの前髪にはまってる最近。この分けるのにはまってる。そのメイクもしかして、なんだもしかしてって何ですかなんかあったっけ あのねメールに送った送ったのはね全然まつげのものは今日買ってないんですよ別になんかなくしたものを買ったんですよ今日なくしたなんか肌のものを買ったんですよ肌のなんかポンポンするやつをなくしてそれを買ってそうでもこの画面はねすべてプチプラでできている 全部安いものでやりましたそう私はなんかもう安いのを使っていこうっていう今精神になってるなんかまあたまにはその安いあ高いのも使いたいけど基本的に安いのを使おうっていうあれになりましたなんでかっていうと なんか特にななないいです <laughs> え今日んんかかか白いよねマジわかるなんかさ白くなるやつをつけたらめっちゃこんな白くなっちゃってなんかそう白くなっちゃって昼より白いよってそう塗ったからか塗ったからですねこれは完全に肌を塗ったからでございます 全部一個一個が600円ぐらいのものでできてる1000円以下のものであの使ってる <laughs> って感じですうん。 そう部屋の電気が明るいのもちょっとあるかもしれない今ちょっと違う部屋にいるからいとこの部屋にいるのでいとこのお部屋にいるので今日は泊まりに来ていますいとこのお部屋にいェ今日はちょっと短めの配信ですかね <laughs> てかめた寝落ちしそうってでも最近全然寝れてないって言っとったっけ寝ていいですよこれはラジオ感覚で聞いていてくださいそう同級生のいとことさっきあのコンビニに行ってなんかいとこが支払いしてでゆらのそのドラッグストアに <laughs> 行く用事に付き合ってもらいましたそうそのねドラッグストアでさなんか おる時にさそのいとこの好きなアイドルのなんか生配信が始まったらしくてそれをずっと見ててみんなもこんな感じなんかなって思った <laughs> こんな感じでユラを見てくれとんかなと思いました晩ご飯食べましたか食べましたよ今日はね手羽先みたいな手羽先でしたね本日は手羽先でしたイエーイ 手羽先美味しかったですとても手羽先と茶碗蒸しだった <laughs> えマジ,髪伸マジ髪伸ばしたいってか今今思ったけどマジ髪伸ばしたい早く伸びんかな早く伸びんかなほんまにでもさ最近さレッスンで千穂さんと話してさゆら 伸ばす伸ばしてるんですよねーって言ったらね伸びるの遅いねっていう遅くないって言われた確かに遅いかもしれん伸びるの遅いよねユラだってあのあれですよ2月の後半から切ってないんですよものまねグランプリの時ぐらいから一回も切ってないものまねグランプリのとあモものまねグランプリじゃないわえっと モノマネグランプリじゃないわ。なんだっけミリオンシンガー。ミリオンシンガーの時以来切ってないよ。ミリオンシンガー以来切ってないってさ、でこれだよ。遅くない結構。結構遅いよね。結構遅いと思う。でもちょっと嫌な長さになってきた、だんだん。それは実感してる。 あれでしたおおいいねハンバーグの手が焼き肉おおびっくりドンキーって言っとったっけ焼肉マジで最近行きたい欲がやばすぎてさそうでもさ今月はさあ来月か5月3日にさグリーンアリーナあるからさそれまでは行けなさそうですちょっとカルビ弁当 いいねー。うん、遅いかもしれん。マジで。えぇ、ー、悲しい。ちょっとなんか、なんか、つけたいですね。伸びるもの。食事会に友達と5周年の新幹線の切符買いに行きました。えぇ、ー、ありがとうそんなもん、もう買いに行ってくれたんですかありがとうございます。いやー、もうみんながね、見てくれてると思って、頑張ります。5周年も。 今日なんか新しいあれ発表されてましたか新しいグリアリのコンサートについてのことなんか出されてたまだ帰宅まで1時間5時間ご飯をさまだお預けです。え、まだお仕事金曜日の夜にお疲れ様です。そう、ミリオンシンガーは2月だったんだけど、 あ、違うわミリオンシンガーの収録が2月だっただけどあの放送は3月でミリオンシンガーの前に髪切ったのが2月だったんですよだから2月の後半だったけんえどう思うこれ遅い伸びるのみんなさミリオンシンガーぐらいのさ2月の後半ぐらいのゆらの 画像とかちょっと見てみてください私の髪の毛今その時どれぐらいだったかめっちゃ気になる伸びてるのか伸びてないのか分かんないけどめっちゃ遅いマジで遅いです最近の悩みは声が低いのがめっちゃ悩みなんか改めて最近思ったなんか声低いマジでもやだー <laughs> なんか日頃からさ、なんか高い声で話しとったら高くなるんかなでもこれは猫をかぶっていない証拠です皆さん猫をかぶったら高い声になりますみんなの前で猫をかぶっていない証拠でございます伸びてるの伸びてるまじ伸びてるの伸びてるユースのあ、ユースじゃない 8人のカップリング全部初披露。おー出てたイエーイイエイエイェイゆあちゃんにした遅い気がする。なんか遅いよね。マジで。なんか遅いんだよね。早く伸びて。ゆあちゃんの声は心地よいよって。そう、高い時もある。テンション高い時は高い。 そうなんよそうなよねそうなんよね,そうなんよね6センチぐらい6センチいや全然伸びてないって思ってるめちゃくちゃ本当に伸びてないって思ってるんですけどどうなんだろうちょっとマジ2月ぐらいの写真自分でちょっと探そうかな。 し瞬伸びてない気がするわはぁはぁ、あはあ、こんばんは皆様ゆうちゃんより髪が長くなったマジなんか想像つくんやけど、まさびのさん ママジでマジででで切る予定ないんですか <laughs> 猫かぶってたら「はい」「うん、いじんで怒ってやもんね」「そうよ猫かぶっとったら「全然いいよ」とか言う「<laughs> 猫かぶっとったら全然いいよー」とか言うけど猫かぶんないんでからの猫パンありがとうございます。<laughs> かいかさん猫パンありがとうございます。ちばえりさんの写真見てた時の声めっちゃ高かった声高かったえそうよあれはもうテンション上げ上げって感じなんで上がりまくりなんですよえどう伸びてる ななんかでもねそうなんよウィッグはねなんかユラの予想してるのとちょっと違うんですよねつけ,つけたらやっぱなんかつけ毛はちょっと違うなんか目標はここら辺この英語ぐらいのこの英語この英語ぐらいのとこまで伸ばしたいんだけど目標はねえそうだよファイナリストライブで全然伸ばす。 n s i ぐらいは全然伸ばすけどなんか STU でさ中間ぐらいの長さのメンバーっています先輩とか2期生とか中間ぐらいの長さのメンバーっている誰だろうねいやみちゅさんは結構短い方だと思うみちゅさん伸ばすのかな切るのかな分かんないよね 中間ぐらいの長さ中間って感じの長さえっ、ー、2年ぐらいかかるかな悲しいえー、マジでちょっとなんか育毛剤っていうかなんていうかさなんかあっさん千穂さんが中間ぐらいかえー、それぐらいにはなるかなファイナリストライブぐらいまでにはなんか千穂さんとかオさんとかの長さだったらあそう葵さんとか 長さだったら結構なんかアレンジもできるんですよね割と蒼井さん伸びたよねわかる千代さんも伸びたし沖さんも伸びたユラも伸ばしたいマジであーあーあああでもしあれなんだよみんなボブ派の人がいたとしてもねあのあれなんだよ あのボブ派の人がいたとしても何て言ったらいいのなんかロングにしたらボ,ボブにもできるらしくてなんかアレンジでボブがいいという声が増えてきたらそのボブに見せれるアレンジをしようと思います髪が伸びたらね「ハイナイストライブ」結構先だったから伸びるかもねえマジ伸びるかな 4ヶ月か4ヶ月ってあんま伸びなさそうだなどこぐらいやろここぐらいにはなってそうじゃないどう思うここのここは一応骨があるんですけどここ骨んん <laughs> ここコンコンいってるここが骨なんだけどここぐらいに伸びると思います皆さん4ヶ月したらここここ外骨ぐらいはできそうじゃない楽しみ どうそう、骨があることを強調してる、ここに。ここぐらいにはなると思う ?8 月。あ、8月31日だから、もうほぼ9月とかですね。ここだよ。ここ。ほぼ9月。ほぼもう5ヶ月、あ、5ヶ月後 ?4 ヶ月後え、なるかなマジ伸びると思うちょっと伸ばしたいなという願望があります。 ちょっと伸ばしたいなという願望がありますね <laughs> 抜けなければ <laughs> そう平日なんですよなんとびっくりハイナリストライブ皆さん今からお休み取れるかな1か月で2 3センチって美容師が言ってたえそんな伸びるんだ1か月1センチだと思ってたよ これは夏休みを取るしか。取るしか。取るしか。取るしかないっしょ。取るしかないっしょ。うん。取るしかないっしょ。って感じです。10時45分。 これ見えますなんかどんな感じに映ってんだろうこれこれって顔全体映ったの縦画面ってどんな感じどんな感じなんだろうちょっと分かんない自分がどんな感じに映ってんのかすでにスケジュールちゃんいましたありがとうございますえこれどんな感じに映ってるんだろうね なんかさ私いつもより漏れてる気がするんですけど気のせいですかなんかいつもより漏れてる気がするどう思うちょっと悔しいんだけど <laughs> どう思うみんな的にいつもより漏れてるなんか私的には今日はいつもよりいい,い,いなって思ってる自分のことえどう思う いつもと比べてどううう、思 <laughs> 今う、今、縦縦画画面面そですいつも可愛いでしょってそんなみんな優しいんだからそんなみんな優しいんだから優しいんだから顎が尖って見えるとはどういうことでしょう なんかこの涙袋がめっちゃいい感じなんですよね今この分かりますか涙袋というのはねみんなこうやって目をこうやってやったらねここにできる涙の袋なんですけどエスクショしていいですよなんか変じゃなければ縦画面がどんな感じに映っとんか分からんけど。ほうほう リップもいい感じですえそうなんかリップもめっちゃ安いやつ使ったの600円ぐらいのなんかリップってね600円ぐらいのものからね100円ぐらいのものもあるしねなんなら4000円するものもあるんですよリップだけでね久しぶりのスクショイェーイイェーイ普通の画面でイェーイ ツイートしようかしらってぜひあっみんなあのね「ハッシュタグなんだっけ?」「STU は生で見る方が断然かわいい」みたいな <laughs> な何だっけ <laughs> 違う違う絶対違うなんか「ハッシュタグあるじゃん今決まってる」「STU は生で見るのが断然かわいい」みたいなあるじゃん「ハッシュタグそれ私ちょこちょこいいねしてるからみんなツイートしてくれたらいいねしに行きまーす じゃあこのスクショいいねあこのスクショでお願いしますこのスクショでみんなツイートしていいねしに行くからパシャパシャ変じゃないのにしてよみんなパシャパシャキュルンキュルンキュルンちょっとなんか今日テンション高いですねちょっと嫌ですねキュルン <laughs> キュロンテンションが高いわパシェパシェ <laughs> イイ案外いいスクショコされた気がするマジレイカちゃんみたいってキュロン 清水さんがイケちゃん痩せたって言ってたどこを見てそれを言ったんだしーちゃんはど私のどこを見て言ったんだしーちゃんは私のどこを見てそう思ったんだ配信かな配信なんか痩せて見えるんだよね配信だったら詐欺だよ普通に多分これは痩せて見えるみんなこれは痩せて見えるからねちなみに配信は痩せて見えます <laughs> やばいやばいちょっとテンションがえマジで痩せてないからちょっとなんかもうダメだよそんなこと言っちゃうマジで痩せてないから本当に生で見たらわかる <laughs> <laughs> いやー待ってちょっとなんかテンションおかしいわ今日も黙ってほしい自分やだ そんな自分が言うさあその生で見たらさあ太ってるの分かるとか言ってもさそれみんなはさカバーしてくれるのが優しいですねそんなことないよって <laughs> 嬉あしいキヨーちゃんは生で見ると断然可愛いえもう優しいありがとうございますそんな言ってくれてありがとう 嬉しい限りです <laughs>。嬉しい限りです。ありがとうございます。ということで、終わりますかねそろそろ。終わりますかね近くへで見たら痩て見えた。お、いつだそれは。直接会えるお話し会かな。 はいということでみんなじゃあもう一回スクショタイムしようとじゃあ10秒しますね 10, 10ポーズ12キュルルンキュルルンパララパララパララ,パラ,ラカメラってどこだここだパー今何個やったっけ567 8910 <laughs> ちょっとよく分からんけどありがとうございますということでおちょうど眠たくなったってよかったですじゃあみんなもう早く寝てくださいもう土曜日だしねゆっくりしてくださいませこの配信終わったらおスタジオ当たりましたまたお会いしに行きますねありがとうティガーさんマジで誰どれがティガーさんなのか分かんないんだよね なんか合ってんのか間違ってんのかわかんないこれがティガーさんなのかティガーさんじゃないのかわかんないなんか切れちゃったなんかいつもこれさ最近配信しようとしたらさ切れるんですよマジでなんでって思うんですけどどう <music> 戻ったおっこの曲めっちゃ好き。 ということで終わりますちょっと一瞬歌詞わかんないとこあって申し訳なかったこれ聞こえてる今あ、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 聞こえてますかああ、聞こえたちょっと一瞬なんか歌詞わかんなくてごめんなさいということで終わります はさん音符ありがとう。馬もありがとう。じじいさん、だるままさぴょんさん。青ペンライト。あ、水色だ。水色ペンライト。赤いマフラさん、白ペンライト。斎藤さん、ミラーボール。ちゅうてんさん、音符。まさぴょんさん、水色ペンライト。いっぱいありがとう。かいかいさん、リンゴのマークさん。えっと、ミラーボールありがとう。リンゴのマークさん、ミラーボール二個ありがとう。おちゃんでんぎゃさん。猫パンありがとう。赤いマフラさん、音符。まさぴょんさん。ミルク十個。のみおくんさん。かいかいさん。猫パン。 斉藤さん焼きそばパンかいかいさん花束まじろうさんはて100こりんごのマークさんミルク10こ赤山ふらさんミルク10個どこまで読んでないんだのみおくんさんミルク10個とメロンパン猫パンフルーツパンありがとうとょちゃんさんかわいいありがとうということで終わりますランキングを見ます ありがとう。久しぶりの2回、1日2回信嬉しかった。よかったです。あ、ちなみに皆さん、30期付けがスタートしたのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん最後まで頑張りますので、一緒にぜひ頑張ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで終わります。 はい、13位、ガオさん、12位、大村さん、11位、ホリエモンさん、10位、ハリュさん、9位、松さん、8位、のみおくんさん、7位、島次郎さん、6位、赤山フラーさん、5位、てっちゃんさん、4位、かいかいさん、3位、りんごのマークさん、2位、斎藤さん、そして1位は、ドゥルルットン、まさぴょんさん、ありがとうございます。イケイケゴーゴイケゴーゴー、今日まさぴょんさんはいけてるよありがとうはい、ということで、終わりたいと思います。そう、6月25、26です。 スクショをツイートしましたおありがとう。ハッシュタグつけてみんなツイートしてください。ということで終わります。ありがとうございました。おやすみなさいみんな。おやすみ。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。この遅くの時間に見てくださって。 感謝です。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさーい。バイバーイ。